はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。菊丸様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Y 染色体を持つイマネ・ヘリフ、アルジェリア選手が女子ボクシング66キロ級で、金メダル獲得してしまいました。理不尽をまかり通されてしまいましたよね。世論です。これはひどい、汚らわしい茶番、男が混じってしかも優勝、こんなの代表にしたアルジェリアが悪いわ、ズルして勝って嬉しいか、あんな女がいるよどう見ても、あんな女がいるかよどう見てもおっさんだろうが、男の遺伝子持ってて普通の女より力があると分かってるのに女子枠で出ようと思う根性が汚い、ガチでやったら危ないから手加減知ってるやろ。世界中からどう思われてるとか考えないのかな。ナチュラル女子をボコボコにして取った金メダルで食う飯は美味しいですか。男が女をボコボコに殴って金メダル、世界中が感動。何もかもが汚らわしいですね。なんか、これを代表に送り出したアルジェリアの五輪関係者は汚らわしい。国の恥でやめろ。批判しなかった連中、汚らわしい。普通批判するでしょ。運営何やってんだってね。一般選手より有利なこと知りつつね、思う存分女子選手をぶちのめした本人、汚らわしいですね。世界ボクシング協会のダメ判定をですね、無視してよ、自分たちのジェンダーフリーっていう思想を優先して出場を許可したパリ五輪の運営、汚らわしいですね。会場でこれ応援してた連中、汚らわしいですね。これら汚らわしい総意に蹂躙された他の女子選手が気の毒でなりませんよ。気の毒で気の毒で、理不尽を通したね、汚らわしい連中ね、金メダル得る代わりに五輪のなんかを破壊しましたよね、これ。この汚らわしさ全開の、恥知らずっつうのかな、汚らわしいな、どいつもこいつも。パリ五輪銅メダル、1週間で錆びる。まあこんな感じで真っ黒くなっちゃってますね。世論です。いい味出してるやんか。ね、無処理のオーガニックなエコメダルなんだろう。何やってもダメだな、今回は。また東京の評価が上がってしまう。やめてくれ。醤油につけるとピカピカになるで。本当ですか。クエン酸とかでも映像、クエン酸めんどくさかったら酢とかでも、フランスってもしかして発展途上国？ EU に入れてもらってるからでかい面してるだけで、単体ではクソザコでしょ。川の整備もできない発展途上国だよ。ソ連に助けてもらっただけで戦勝国、先進国ずらしてる情けない国やぞ。近隣国のための発電所、何から何までボロボロ。閉会式でも前代未聞が起こる予感。また証拠にもなくやらかすのかな、閉会式でもな。古くなった10円玉と同じように変色してるんで、銅むき出しで何も処理してないんでしょうね。もらった側のこと何も考えてない、パリ五輪運営だよな。運営のお貴族様たちはですね、選手をドブ川で泳がすわ、エアコンケチってつけないわ、肉食わさないわで、平民のことなんかどうでもいいっていう思ってんのかな。どうもそんな気がしてならないんだよな。平民の女子選手が男の染色体持った選手にボコボコにされても、平民のことなどどうでもいいって考えてる節が あるように見受けられるんだよね、私には。そういえば自殺率世界一のマル国、親も兄弟も教師も同級生も先輩も後輩も同僚も上司も部下も全員マル国人だったら、やっぱ死にたくなっちゃうでしょうね。これね、多分、精神疾患率 74% だっちゅうしね、何らかの精神疾患持ちが 74%、 何にもない人の方が少ないっつうね。昨日8月9日19時57分頃、神奈川県西部を震源とした地震発生。厚木市などで震度5強。神奈川東部、東京西部、埼玉などで、震度4。23区は震度3でした。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。夕食後のまったりタイムに、
警報なってたまげましたよね。気象庁、南海トラフター無関係だそうであります。地震の影響で小田急線止まっちゃってですね、線路沿い歩いて帰れ、乗客が山中に放り出されるという事案発生。ケチ臭い小田急線、代わりのバス用意してくれなかったんで、車両から降りて線路を歩くように言われたが、踏切で案内はおしまいですという、あとはそれぞれ帰ってください、新松田と渋沢の間の渋沢8号という踏切で解散となる。バスも用意してないので各自帰ってくると。真っ暗な線路や鉄橋を歩かせられた挙句、これ実体験された方が投稿したんですけれども、フジテレビとか朝日新聞がちょっと取材させてくれませんかって食いついてましたね。世論です。送迎バスとかないんだ。ひどいですね、これ。暗闇歩いて怪我でもしたらどうするんでしょうね、これ。このケースは熱中症にもなりそうで、行方不明にもなりそうで怖いよな。車内待機でよかったんじゃ。街中ならまだしも山ん中ですよね。送迎バスの1台ぐらい手配してくれてもいいと思うのですが、車内のマニュアル通りの対応、または権限がないかもしれないですけれども、お客さんからしたらどうすればいいんだってなりますよね。この辺りはほぼ山中、ここで降ろされたら泣きますと。真っ暗な山中に放り出すっていう無慈悲な対応した小田急の株だだ下がりでした。家に大人の家族がいる人はね、車で迎えに来て、もらったりできますけれども、大人がいないとかですね、家族がいない人はどうにもなんないですね。山中ということでタクシーも拾えないだろうしね、暗い山道歩けて危険ですよね。転倒もあるし、神奈川にだって熊は出るんだし、誰の判断でこうなったか知らないけど責任問題になりそうですね。パリ五輪速報、男子レスリング57キロ級で樋口玲選手28歳が金メダル、頑張りました。マカロン大好きでマカロン王子と呼ばれている模様であります。だったら私後楽園のラーメンが好きなんで後楽園王子と呼んでもらいたいな。女子レスリング57キロ級桜井つぐみ選手22歳が金メダル、頑張りました。中学高校時代何度も日本一アジア一になってる有名人の模様であります。年齢的にもロスでも活躍が期待できそうですね。新競技ブレイキンで湯浅亜美選手25歳が金メダル、頑張りました。今回から種目になった新ダンス競技なので初代女王ということに、なんかかっこいいですね。スポーツクライミングで安楽宙斗選手17歳が銀メダル、頑張りました。安楽ってすごい名字ですね。全国に何人ぐらいいるんだろう。誠にめでたい名前で。台風5号13日頃宮城県上陸かと報道されておりましたけれども、速度を上げて11日21時頃上陸する見込みとなりました。太平洋からですね、宮城県にまっすぐ突っ込む台風は過去1例あっただけで、今回史上2例目にとなる見込み。非常に稀、レア台風。48時間で400ミリに達する記録的な豪雨になりそうとのこと。土砂崩れなどにご注意を。気象庁、前日の10日から避難開始した方がええで、呼びかけしておりました。世論です。お米大丈夫か、稲が倒れてしまう。中心気圧は大したことなさそうだが、米足りないとか言ってたがやばいかもな。米の値段また高くなるの。ただでさえ物価高なのに今年のお盆やばいな。地震が重ならないことを祈る。山形と秋田は先日の豪雨で農産物ボロボロなのに、200ミリでも死人が出るレベルなのにと。前評判では相当やばそうですねこれね。宮城、岩手、福島の特に沿岸の方はご注意ください。しょっちゅう強い台風が上陸してるですね、沖縄や九州なんかの方よりも台風慣れしてないだろうから、看板吹っ飛んだりね、土砂崩れの恐れありますねこれ。避難経路や避難場所のご確認なさっていてください。今日の単身です。立憲の長妻昭64歳、蓮舫都知事、大敗北についてテレビも新聞も見ない層へのアプローチが不足だったのでは。それってテレビも新聞も見ない人は騙せないよって言ってない。テレビと新聞見ない人には私ら人気ないって言ってない。まあ薄々気づいてんだよね。テレビが
テレビと新聞が全力で応援してくんない、かばってくんないと、かばってくれるからまだこのレベルでいられるってことかね。那須ハイランドパークがお盆に向けて時給2500円でバイトを募集したところ、10人枠に100人が応募してまいりました。まあ、お盆中だけとか短期で、まあ、割高の料金、払うのはしゃあないですね。やはり求人出しても人来ないっていうのは嘘でしたね、これね。人手不足じゃなくて賃金不足なんだよね、結局は。仕事があっても賃金上げられないって会社は経営能力が低いか、レッドオーシャンすぎて競争が激しすぎて業界が飽和してったことですよね。イギリストラベルバック社が SNS の投稿数などを分析し、ビア系都市トップ10を作成。トップ10に日本からは3都市がランクインしておりました。東京、京都、広島。1位ドバイ、首長国。2位東京。3位マスカット、オマーン。4シンガポール。5広島。6京都。7ニューヨーク。8シドニー。9アブダビ、首長国。10台北、台湾。だそうであります。ナンバーワンのドバイは人工都市ですね。自然都市だったら東京が1位だったか、惜しかったな。東京夜景で画像を検索するとですね、綺麗な画像がいっぱい出てきますんでお試しあれ。あと東京夜景おすすめ23スポットとかいう案内もいっぱい出てまいります。これはデートをしたり、する人向けなのかな。岡村隆史、もう本当にちゃんとしないとダメ。総攻撃食らうというか、ほんまにミス許されへんっていうか、芸能界ってミス許されへん、芸能界ってミスが許されないようになってきました。ラジオ番組で、語りました。話題の SNS 裁判のことですかね。なんで芸能人ならミスが許されって思ってるの、民間会社でもミスは許されんぞと。この発言がSNS 裁判で有罪になっておりました。岡村さん過去にですね、嫌なら見るなって発言で有罪になってましたってね。超有名な発言になってしまってましたね。最近ではフワちゃんって人が SNS 裁判で有罪、社会的死刑の判決出てましたけどね。2位じゃダメなんですか。所管外、セクシー、あとは何ありましたっけ、一生言われる有罪の例って、一生言われんなこれっていう、有罪になったり、SNS 裁判で。これぐらいがすぐに思い出されるんですけどね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。